はい、本日は、主な政策のデジタル化、オンライン化の話です。葛飾ペイ経由で毎月1000円のベーシックインカムを支給します。僕は前回の都議選とか千葉県知事選挙とかも毎月7万円のベーシックインカムを支給しますみたいなのやったんですけど、でも僕は将来的にはそんぐらい支給したいとは思っているんですけども、実現にはちょっと難しいかと思うんですね。なぜかというと僕はもしこの葛飾区議会議員選挙で当選した人も区議だから、区議はそういう権限ないんで、訴えていくぐらいしかないんですけども、区長だとしても葛飾区の財源でそれをするっていうのはやっぱハードルが高いんですが、俺はやっぱこう目標を言ってるわけですけど、目標を言ってるのに財源はどうだとかどうやってやるんだとかいろいろね、身も蓋もないようなことを言ってくる人とかもいるんですよ。そしたらもう何も言えなくなっちゃうわけじゃないですか。そんなこと言われたら別にまあいいんですけど、ただね、毎月1000円ぐらいだったら僕はできると思うんですよね。現実的にベーシックインカムっていうのはこの生活保障みたいなところがあるので、毎月1000円だと暮らしていけないと思いますので、生活保障にはならないと思いますので、ベーシックインカムっていう表現っていうのはふさわしくないかもしれないですけれども、まあこれは景気対策みたくなっちゃうので、景気刺激策みたくなっちゃうので、こうプレミアムなんとか券みたいな、ただ毎月何円を支給するっていう点においてはベーシックインカム的なところありますので、まず毎月いくらを支払いますと。でそれも現金とかじゃなくて、こういう電子媒体、こうスマホだとかマイクロチップだとか何でもいいんですけど、まあ今だったらスマホこうピッてやって1000円で支払えるとか、毎月1000円がスマホに入って、スマホに入ってというのはまたちょっと表現違うんですけど、そういった仕組みをまず作るだけでもすごく大きな一歩だと思うんですね。なのでそういったものをしていきたいなと思います。これはベーシックインカムを普及するとともにオンライン化も普及したいっていうのも兼ねてます。だから現金だったら、まあ、現金で手間もかかりますし、オンラインだったらピッてやって行く必要ないわけですから、現金をもらうとか、まあ、振り込みとかも大変だと思うんで、デジタル化だったらもう自動的にそうなるわけですから、僕はオンライン化、キャッシュレス化、ハンコレス化、ペーパーレス化を進めていきたいので、それを経由した人のみベーシックインカム支給されるっていう制度にしていきたいと思ってます。なのでそれが使えない人はもらえないと、使うためにはオンライン化に慣れてもらうしかないっていう風にしていきたいと思っています。貯めてもいいし、もしくは使い切りにするのかとか、そういうのは議論の余地があるんですけれども、例えば毎月1000円貯めて1万円になってなんか大きなものを買おうとかでもいいでしょうし、でまあ期限はね、設ける、まあ1年なのか2年なのか分かんないですけど、設けていきたいかなと思ってますけど、その議論の余地ありますけども、まあ、そんな感じでね、少しずつでもいいんでそういったシステムを作っていきたいなと思っています。365日24時間役所の手続きをスマホで可能にします。僕は引っ越しとかしたでしょ、結婚とかもするでしょ、で選挙の手続きとかもするわけじゃないですか。もうそういういちいちもう区役所とか法務局とか行かなきゃいけないわけですよ。もうそんなのもう本当にスマホでピッピッピッってやったらもう手続き終了でいいじゃないですか。わざわざ役所にまで行かなきゃいけないっていうのはもう僕時代錯誤だと思ってるんですよね。もうエストニアなんてもうすごい進んでますし、 IT 革命とか20年ぐらい前からそういうふうに言われてるんですけど、もう電子政府的なことを全然進んでないっていうか、本当にもう遅いっていうかスピードが、だから僕がもし時の総理でしたらもう20年前にもそういうような状態にできてるのに、まだまだ20年止まってるわけですよ。なので僕は区議なんで実際にできないんですけども、だからそういうオンライン化を推進していきたいなと思ってます。もう選挙の手続きとかも本当大変やで、だって事前審査とかもさ、選挙候補をねメールでチェックしたいわけですよ。でもメールすら拒否られてるわけですよ。都選管だとメールでチェックとかできるんですけど、葛飾区だとメールじゃなくて実際に来てくれって言われるわけで、結構手間かかるんですよ。でも10年前とかまだデジタル化とかでなかったから全部紙媒体だったんですけど、最近はね PDF とかで提出とかもできるようになったんで、少しずつは進んでるんですけれども、まあ、確定申告とかもね昔は郵送とかしてたんですけど、今はインターネットでできるんで、本当に少しずつなんですけど進んでますが、もっとね加速させていきたいなと思っております。だから365日24時間だから自分の好きな時にできるわけですから、役所なんてだって平日の朝ね9時から5時までとか、そんなね普通の人働いてるわけやんか。そんな時間行けないから、そんな時間行けないのにどうすんのって話じゃないですか。だからそのためにわざわざね休み取るとかもアホらしいじゃんか。もっとね早く考えなきゃいけないし、だったら土日もやってろよみたいなところもありますし、でも土日休みって、ね、どういうことなんやっていう僕はちょっと思いますけど、公務員の給料、ね、下げろ下げろとかっていうよりも土日もやれっていうようなね、そういうのも思いますが、まあちょっと話それますんでやめますけど、はい次。
キャッシュレスかペーパーレスかハンコレスかを促進します。まあ、ちょっとさっきも触れましたけど、やっぱ僕は現金とか触りたくないタイプなんで、ピッてやって終わりの方がいいんですけど、かさばるし、ペーパーレス化も一回一回書くじゃないですか、区役所も大変ですよ。俺字汚ねえし、字書くの苦手だし、字書くのめんどくさいし、だそれをね、もう一回スマホでね登録したものがあったらそれ自動入力でいいじゃないですか。でハンコレス化とかもね、ハンコとか一回一回訂正印とかね、もうそういうのも指紋認証でピッて訂正ねできればいいじゃないですか。もうキャッシュレス、ペーパーレス、ハンコレスにしたいですよ僕は。そういう風な社会に僕はしていきます。もうトランスヒューマニスト党党首でもあるんで、マイナンバー活用とオンライン社会を推進します。だからオンライン社会っていうのは今言った通りですけども、でマイナンバー活用っていうのは今ね、マイナンバーカードで、保険証代わりになるっていうねニュースがねこの前やってましたけど、まあそれがね将来的にはマイナンバーが まあ免許証になるし、マイナンバーで、だからさっきの話と一緒ですけど、引っ越しした時にマイナンバーでこう入力するか、もしくはマイナンバーで登録した生体認証とかで照合した時に、一つの例えば区役所でスマホでなんか引っ越ししましたって手続きしたら、それがもうすべてマイナンバーカード経由か、まあ、わかんないですけど紐付けして、区役所だけじゃなくて銀行だとか保険会社、証券会社だとか仕事先だとか免許証だとか、すべてがパッと切り替わるような社会にしたいと思ってますよね。でマイナンバーカードで例えば税金のね納めたりとか、税金がマイナンバー経由であなたは所得税いくらでこうでとか分かって、ベーシックインカムの話もちょっと戻りますけど、あなたは10万円支給します、あなたは所得が高いので3万円支給します、あなたは本当高すぎるのでベーシックインカム0円ですけど、むしろあなたは本当に高いのでベーシックインカム逆にマイナス3万円もらいますとか、そういうのあってもいいと思いますし、とにかくマイナンバーで紐付けしていれば所得とかも分かって、あなたは保険料がいくらですとか、緊急のそのなんか持続化給付金とかベーシックインカム的なね給付金がすぐねワンクリックで政府がね今日配りますって言ったら、もうすぐパッてねスムーズに自分の口座にね振り込むような感じにしていきたいですね。今の日本はまだそうなってないので、そういう風にしていきたいと僕は思っています。将来的にはだからマイナンバーで管理していく社会になっていくと思うんですけど、だからその管理するってなると怖いとかいう風になるかもしれないですけども、むしろ逆で、例えば犯罪者だったら怖いかもしれないですよ。だって逮捕されちゃうかもしれないです。でも犯罪者じゃない真面目な人、普通に真っ当に生きてる人からすればもう安全な社会。マイナンバーで事前にね予測して、この人犯罪指数が高いとか、まあ、アニメサイコパスの世界じゃないですけども、予測してこの人は犯罪するかもしれないってなったらマークされてたりとか、そういうのあるかもしれないですけど、あなたが本当に真面目で普通に健全に生きてる限り何もないと僕は思うので、でこういうので気にする人っていうのは犯罪者とか、自分になんか後ろめたいことがある人は気にするかもしれないですけど、自分が真っ当に生きてて後ろめたいことがない人は、もし管理とか把握されてても別に何の問題もないと思うんですね。もちろんそのねプライバシーのね恥ずかしい写真とかなんか動画とか分かんない、そういうのはプライバシーがあれですけども、そのブロックチェーンでね守られるようにすればいいだけの話ですし、僕は適切な管理をしてもらって、だってすでにスマホで皆さん管理されてるわけですから、例えば九段下行きたいとか千葉駅行きたいとかなった場合、皆さん Google でさ入力するでしょ。そしたらあなたはこういうルートで行きなさいって出てるわけじゃないですか。もうすでに管理されてるわけですよ。あなたが何種類かから選んでるように見えて、あなたはもう何種類かの選択を迫られてるわけです。で勝手にもう知らず知らずに管理されてる。だってあなたが検索していろいろ出てくるじゃないですか。それあなたが自分で選んだと思いきや、あなたは選ばされてるわけですよ。もう管理されてるんですよ。この管理社会から抜けることはもう無理なんですよ。だからその管理されている社会とはもうやっていくしかないんですよ。もう AI、IT、オンライン、その協調して共存していくしかないんですよ。だからもうそこから逃れるとしたら、もう本当無人島とか行くしかないんですよね。もうスマホいじってネットで繋がってるっていうことはもう共存していくしかない。僕も管理されてると思いますよ。Twitter とか YouTube でも危険なこと書いたらアカウントバンとかになったり削除されたりするじゃないですか。もう管理されてるわけですよ。もうここから逃れられないんです。逃れられないんだったらもう共存していく、受け入れて逆に食っていくっていうか、もうそういう風にしていくしかないので、それをもう受け入れろよって気づけよっていう話なんで、666っていう話なんで、ね、僕はもう何年も前から言ってますけど、はい、という感じです。ということで本日はデジタル化オンライン化の話でした。明日は保守についての話です。これねもう4本撮りのね3本撮り目でちょっと目がシュパシュパしてきました。ということで以上、後藤輝樹でした。皆様愛してます。ナスワイ。